東学。東学は朝鮮半島において1860年に慶州出身の最西,西部が起こした新宗教。東学を信奉する者を東学教とその集団を東学党と呼ぶ。また、第三代教祖孫平広氏からはテント教チャンドックをと呼ばれる。東学の本質は従来の思想である朱子学とも 西洋の新しい思想である西学、天主教とも異なる朝鮮独自の思想体系なすことを胸とした。朝鮮における開花期の思想は、沖ノリ大院君と儒者たちによる衛生赤蛇思想と両藩官僚と中人層の開花思想との対立であった。しかし、この二つの思想は、結局、政府側の対立構造であり、一般民衆に根を下ろした大衆的な運動には、 ならなかった。そうした中で、月からの改革を思想体系化したのが、蔡政百182から1864である。蔡聖具は、京昌北道の京州に生まれ、儒教、仏教、民間信仰などを融合し、東学を創始した。この名称には、正学すなわち、キリスト教に対抗する意図が込められている。蔡政府は、 やがて理想的な後天開略の時代が訪れるので、人々は当学の信者となり、真心を込めて呪文を唱え、収容して礼符を飲めば、天と人が一体となり、現世において新鮮になると説いた。当学が一般大衆に広がった理由の一つは、その教理の単純なことによる。すなわち、呪学の習得が長い年月と相当の財力を、 必要とするのに比べて、当学において、その真理に達するための収容方法は、日常的に、侍天守増加定衛政府防岸自治の十三文字を唱えることであった。当学教徒たちは、天守、ハヌニム、天の神、朝鮮における古代からのシャーマニズムに由来する概念を仰ぎ、天守はすべての人間のうちに住むと述べて、人間の尊厳と平等等を説いた。また、 山中に祭壇を設けてあまね、ハヌルを、祭り、戦いに備えるため墓権を持って、剣舞を習った。しかし、東学の教理は、革命ではなく、教家であり、東学党の上層部は常に、農民、泉民層の暴力的闘争を拒否した。東学は政学とも儒学とも異なる思想であったため、衛生赤者派からも、開花派からも、排斥される。 創始者のサイセ制御は1863年、政府によって逮捕され、翌1864年、手グで処刑され、経典は燃やされた。第二大教祖のサイジュトールが焼却された経典を暗唱して、復元、東王大前、循環文、流単意志、純国文が今に伝わっている。蔡路ルは、東学不況に力を注ぎ、東学は、慶州から、三南地方、 慶症道、中生道、全羅道、さらに、関温度、軽気道、公海堂南部各地へと広がった。東学等の組織は、統率がきちんと行われていて、最下部を、包みとし包みを統括する、土雪集を置き、全東学教団を統率する、道主がいた。また、教務を処理する執行機関として、ノリナガ、教授、宮古修、修行、大将、 中世という六人制度があった。1892年末、東学の幹部は創始者、再政御の罪名を取り消させ、教団の合法化を図る、教祖支援運動に着手した。東学教徒は、中世道の講習や、全田道の三例で集会を開き、両道の観察士に、教祖支援を要求した。両観察士がこれを拒否したので1893年1月、 東学党人士は、慶福宮の前で、復活上層を行ったが、解散を命ぜられて、この運動は頓挫した。この時東学党の一部は、各国公使館、領事館、キリスト教会などに、赤和洋を掲げた張り紙を付して回っている。統率の取れた組織であった、東学教団は、朝鮮政府からは厳しい取締りを受けることとなり、また、取締りと称した管理の集奪が横行した。 こうした管理の逆性が1894年の交互農民戦争、東学党の乱へ発展する火種となった。1893年3月、東学幹部は、教団本部のあった中世道法音郡町内に2万名、余りの京都を集め、赤和洋を唱えるとともに、観察しや守る例の逆性を非難した。政府は、魚常駐を法音に派遣して、解散を命じた。 1894年には、全羅道の古岡軍で当学の地方幹部だった、全法順の指揮下に民乱が起こった。これが、交互農面戦争の始まりである。全法順は、日清戦争中日本軍によって捕獲され、1895年、ハンスン、現、ソウル特別市で処刑された。井上薫日本講師は、全法順の人格に共鳴し、 彼を処刑しないよう要請していたが、朝鮮政府は、井上講子が帰国している隙に、処刑を断行した。教師だったサイジトールは1898年3月、カンボンド厳州で捕らえられ、同年6月、処刑された。東学東教祖は孫、平広氏が引き継ぐこととなった。孫は、リサチケ県の名で、日本に渡り、開花派と接触しながら、同戦、在戦。 ことせんの参戦論を提起した。そして、1904年、県東鎮、古聖章らと政治団体、新歩会を結成し、その実務を、李博氏級に任せた。しかし、李博氏級は、総平春と結んで、親日的な団体、一新会を創設し、日本との協調を主張した。これに対して、孫、平広は1905年12月1日、天ン教を宣布し、 東学の正当な教団であることを主張した。李博ロは、サムライ天教を掲げ、ここで、東学は、天都教と、サムライ天教に分裂することとなる。天都教は、その後、3.1独立運動を経て、愛国啓蒙運動の一翼を担い、サムライ天教は、一進会の組織の中で、親日的な活動を展開した。2010年代現在、韓国には、 テント教の教会がおよそ100カ所あり、信者数は10万人を数える。また、北朝鮮には280万人の信者がいるとされ、テント教青友党という政党が、朝鮮労働党の衛生政党とて存在している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。